プリペート翔野です。先日っていうか2日前ですね、親知らずを抜きまして、結構わかるかな、ちょっとこっち側腫れてるんですよ。でな、あの本当に聞きづらいかもしれないんですけど、頑張って喋るので皆さんどうぞよろしくお願いします。ロシアワールドカップデイリー試合まとめ19日目、現地時間7月3日火曜日に行われた決勝トーナメント1回戦2試合の結果をお伝えします。スウェーデン対スイスは1対0でスウェーデンが勝ちました。試合が動いたのはスコアレスで迎えた66分、スウェーデンが左右にボールを動かし、中央に走り込んだフォルスベリが強烈なシュート、これが相手ディフェンスに当たってゴールに吸い込まれます。その後スイスも決定機を迎えますが、堅い守備に阻まれ得点ならず1対0で終了。勝ったスウェーデンは3位に入った94年大会以来6大会ぶりのベスト8進出です。マンオブザマッチは決勝ゴールを挙げたフォルスベリでした。フォルスベリのシュートはあれはちょっとディフェンスに当たってコース変わっちゃったんで、あれはもうしょうがないなって思いました。もうあとスウェーデンの守備が硬すぎる。これスウェーデンが見事ベスト8を進出したんですけど、このままあの守備の調子でいくともういいとこまで絶対行くなって思いました。もう多分他のどの国もあのスウェーデンの守備にはちょっとやられるなっていうか、なかなか突破できないだろうなってすごい思います。なのでスウェーデンもこれからも楽しみです。コロンビア対イングランドは120分を戦って1対1、 PK 戦の末3対4でイングランドが勝ちました。試合は57分ケインが倒されて獲得した PK を自らが決め、イングランドが先制します。しかしこのまま終わるかに思われた後半アディショナルタイム、コロンビアのコーナーキックからミナが頭で決めて延長に突入。さらに延長前後半を終えても決着はつかず、 PK 戦の結果イングランドが勝ちました。勝ったイングランドは3大会ぶりのベスト8進出です。マンオブザマッチは大会6ゴール目を挙げたケインでした。延長戦の PK ってちょっと心臓に悪いですね。もうなんか多いよって思って、しかも延長戦もからのなんて言うんだろう、あのコロンビアとイングランドのまだあんなにスタミナが残ってるか、まだあんなに走るかっていうのがもうすごい見てるこっちもハラハラして、もうワールドカップはすごいなって思いました。しかももうケイン選手も6ゴール目素晴らしいですね。もうコロンビアも惜しかったですね。ハメス・ロドリゲス、あのベンチから見ている姿がもうなんか切なくなってきちゃって、もう本当にもっと見たかったんですけど、まあ、イングランドはここからも頑張ってほしいです。大会19日目を終えた段階のトーナメント表をご覧いただいています。ベスト8が出揃いました。ウルグアイ、フランス、ブラジル、ベルギー、ロシア、クロアチア、スウェーデン、イングランドが準々決勝進出です。マンオブザデイではその日に行われた試合の中から私が特に光ったなぁと思う選手を一人選んで紹介します。今日はイングランド代表のケイン選手です。イエーイ。はい、ケイン選手はそうですね、もうなんか間もなくじゃないですか、その得点王まであと一歩みたいな。しかも自分で PK 取りに行って自分で PK 決めてみたいな、いやすごいと思います。今までこうやってこのマンオブザデイたくさんやってきたんですけど、ケイン選手出てないなと思って、あの選手は素晴らしいなと思いました。でしかもイングランド代表はやっぱり私たちの世代もそうなんですけど、あのベッカムとかいた頃がもうなんかなんだろう、全盛期みたいな印象があるんですよ結構。だけど今回イングランドがこんなに世代交代して若い選手ばっかで、しかも昨日の試合なんてスタメンで出た選手が30代が1人、しかも32歳とか、もうみんな若い選手ばっかでこんなにも活躍してて本当にすごい、もうこれからがすごい楽しみです。だってまだ20代とかばっか揃ってるってことは、次のワールドカップもその次のワールドカップもいけるってことで、
多分イングランドはここまた全盛期が来たのではないかなって私的には思います。なのでケイン選手もまだ誕生日迎えてないからまだ24歳っていうことで、これからも全然希望がある、まだ未来がすごい輝いてる選手なので大注目ですね。まとめ、戦術ケイン、得点王カミングスーン、この顔で25歳、あと2大会はいける、ケイン選手、あなたが私のマンオブザデイです。ここからは大会20日目に予定されているカードを紹介します。2日間のブレイクを挟み、いよいよ準々決勝が始まります。6日に行われる準々決勝2試合のカードは、23時キックオフのウルグアイ対フランス、27時キックオフのブラジル対ベルギーです。まあ、ウルグアイ対フランスはですね、まあ、ウルグアイのあのボディン姫です、素晴らしい守備を、もうあのムバッペのあの速さ、もうあれがどう突破できるかっていうのはやっぱりすごい見どころだと思います。フランスはもう乗りに乗ってるので、ウルグアイがどう来るか楽しみですね。ブラジル対ベルギーはブラジルも乗りに乗ってるので、ここも本当に見どころだと思います。ベルギーも本当になんだろう、日本戦を見てやっぱりスタミナの量と、あと個人個人の技術とかがもう素晴らしいなと思ったので、ここはもう絶対面白い試合ですよ、皆さん絶対見た方がいい。サッカーキングチャンネルではロシアワールドカップ全64試合で視聴者のあなたと盛り上がる番組、みんなのコメスタを生配信しています。試合前は展望番組、試合中はチャットルーム、試合後は振り返りをぶっ通しでお届け。詳しい配信予定は YouTube のチャンネルページでご確認ください。チャットを通して一緒にワールドカップを楽しみましょう。パチパチ。ロシアワールドカップデイリー試合まとめ、ご視聴ありがとうございました。ワールドカップ開催期間中、サッカーキングチャンネルでは試合情報や関連動画を続々アップしていきますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてくださいね。7日のまとめは橘ゆりかさんが担当します。よろしくお願いします。私よりももう600倍ぐらいちゃんと喋ってくれるので、皆さん本当に今日はすみませんでした。早く直します。ここまでのお相手はショーノでした。パカー。